サッカーキングハーフタイムで月曜日に出演してます立花ゆりかです。よろしくお願いします。そして、はい、木曜日の MC やってます佐々木香織です。わー、一緒にロケするの初めてですね。そう、てかレアな組み合わせですよね。レア。今あのゼロックスの、はい、取材にやってきてるんですけども、埼玉スタジアムの目の前、もうだってここだけ見たら埼玉スタジアムにいると思わない。なんだろう、肉フェスかな。そう、駒沢公園かサマソニこれから2人にはある対決をしていただきます。対決題してサッカー大好きお姉さんがバエーナスタグル探してみた。バエーバエ向いてねふわー。はい、 J リーグの開幕を告げるフジゼロックススーパーカップ恒例J1、J2、J3 各クラブのスタグルが楽しめるグルメパーク、北は北海道、南は沖縄までご当地のグルメが楽しめます。10時半でこの人の多さすごくないですか。すごい。私さっきね、生ビール持ってるカップル見て、はい、って思いましたから興奮してきちゃった。興奮してきた今から2人は別行動でこれはと思うグルメを自らゲット、魅力が伝わる写真を自撮り、再集合してどんな写真が撮れたかを発表してもらいます。対決ってそういうことか。これそもそも結構1店舗時間かかりますよ。そうですよ。ちょっとカメラ振れます。こことかすごいからね。もうお店の裏まで行列。そう、なこれ管を巻いてるというかどうなってるんだこれ。ファストパスとかありますか。いや、ほんとほんと。ということでお互いの写真を1枚ずつサッカーキングのインスタに載せて、うん、どちらの写真にいいねがたくさんつくか、全ては J リーグの魅力を伝えるため責任重大ですよ。そういうこと。制限時間60分。結構長い。でもこれ並んでたら確かにという間ですよね。じゃあもう食べたいのより映え写真を狙うってこと。優先すべきはそこかもですね。でもゆりかさんとりあえず顔乗せとけばいいねめっちゃつくでしょもうちょろっとちょろっとちょろっとだけもう今がグルメ乗せといていやいや私っつってちょっとすごい自意識過剰なやつ逆にアンチが増えるかもしれないんで、まあ、ご飯メインでね、はい、一緒に自撮りをそれぞれやっていきますか、はい、頑張りましょうか、はい、行ってきます。並んでないとこはないですね。ソーセージとか富士宮焼きそばとかも美味しそう。何がいいかな。あ、ケバブね。ケバブ良さそう。チタリューバーガー。チタリューってどこだ。じゃあここ並んでみましょうか。じゃあまずここから。あ、本当持ってらっしゃる。持ちます。ありがとうございます。まず一品目チタリューバーガー行きましょう。チタリューバーガーとお待たせいたしました。すみません、生ビールください。生ビール、はい、はい、では先にバーガーに行きます。ありがとうござい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 ます。生ビール、ありがとうございます。イエーイ。とりあえずちょっと溢れそうなんでいただきます。はい、失礼します。わー、最高です。見てこの映える感じ。とりあえず取っときましょうかね。 OK です、バッチリ映えそう。見て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 、美味しそう。これは美味しそう。これで600円、いい、安い、いいですね。これで写真をいただきます。ほらインスタグラマーってねつぶやかれたもん。恥ずかしいですよね自撮りしてんのね。じゃあまず一口いただきます。あったかいうちにいただきます。うん、めっちゃ美味しい。お肉がね本当に本格的ですよ。ジューシーだし、またね玉ねぎの歯ごたえが最高。これはいい。バーガーとビールを両手に持って歩きましょう。行きましょう。次の店行きましょう。唐揚げがねすごい多いんですよね。一通り見ようかな。沖縄ソーキそばと書いてありますが、出品しているのは横浜 FC なんで。あ、レイソルカリーも美味しそう。まあ、メインのご飯麺類的なやつと、あとなんかサブおかずみたいな、唐揚げなのかコロッケなのかと、なんかデザート甘いものいけたらいいなって。どう
決められない。誰か決めて。鶏飯残りわずかだ。並べるかな。ちょっと行ってみましょう。ありがとうございます。こうやってね、自主的に最後尾を回していくんですね。あ、でもこんだけの店舗の木に変えるんで、あ、じゃあここで時間稼げる。これ食べたかったの。私唐揚げ部門でこれが気になってたんですよ。カボス、豊後カボス唐揚げ狙いましょう。やっぱね、なかなかアウェーでも遠いところって行けないんで、そういう遠い土地のものをね、この関東に来てる間に食べたいですよね。なくならないで。佐々木さん何買いに行ったんだろう。やばい、売り切れたらやだな。全部か。並んでこの完売のプレッシャーと戦ってだいぶ近づいてきた。鶏飯食べたいし唐揚げ食べたいし、なんかもう鶏ばっかり食べたい人みたいな。あ、どうしよう、ギリギリまで悩む。え、待って、どうしよう、どうしよう。鶏飯カレーか、どうしよう。カボス唐揚げ一つと、はい、カレーは今できてないですかね。そうです、ちょっと5分、4、5分待つことになるんですけど。じゃあ鶏飯、はい、ありますか。あります。あ、よかった。あ、鶏飯間に合った。やった、買えた。プレッシャーに打ち勝ったよ。鶏飯ゲットだぜ。すごい、これ乗せたら親子丼的なね。え、嬉しい。これ映えますか。どう、茶色い。茶色、美味しいものはね、もう茶色いって決まってるんですよ。あ、めっちゃいい匂い。どうなんだろう。あ、美味しい。え、美味しい。カボス感あります。またレモンとは違う酸味と爽やかな感じが合いますね。鶏4鶏のボリューム感を出せば、合わせ技にしましょう。ちょっとこれ良くないですか。北海道コンサドーレと大分トリニータの合わせ技です。ドリームマッチですよ。取れたかな。 OK。 OK。 これなんか食べ歩き飲み歩きが許されるのもこういう雰囲気ならではですよね。スタジアムグルメの取材してるんですけど、今何食べてます？このマフラー、これはそれです。あ、芋栗佐太郎。さっき試食したのすごい美味しかった。そうなんですね。お姉さんはレッツのケバ。おお、今日戦うのに。だから食ってやろうと。何がいいかな。ちょっといろんな各所列が伸びてきたんですけど、これちょっと気になりますね。祝10周年レイソルカリー、これ行きましょうか。待ちます。どんなカレーなんだろう。なんかとりあえず写真見る限り卵が乗ってる。気になりますね。どんなカレーなんだろう。スパイシーなのかな、甘いのかな。すいません、レイソルカレー一つください。スタジアムグルメで10周年っていうのはやっぱり長いんですか。長いですね。10周年はどこしなんで。13年目。じゃあダメじゃん、もっと長いじゃん。10周年以上だよ。10周年以上、やっぱり老舗ですか。長いですか。長いですね。おお、楽しみ。それだけ長く愛されてる。おすすめのポイントは、卵を割ると、卵を割ると、はい、なるほど。だからちょっと半熟でレイソルカラーが出てくると楽しみですね。はい、お待たせ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。買いました。ちょっと待って、これどうしようかな。どうしようかな、どっか、うわー、どうしようかな。いきます。うわー、これぞ半熟の極み。わーい、10
自撮りをね動画で撮るっていうね。でも私よりこの君を写したい。君寄りの私。その距離だと微妙に絶妙に一人で喋ってるみたいだから恥ずかしいんですけど。うん、これは美味しいわ。長く愛される理由がわかる。ちょっとね、あのキャベツが入ってたりこうサルサソースみたいなのがあったりして、こうタコスとカレーのちょうど間みたいな、どっちのいいとこどれもできる。これ美味しい。あ、いいですね。ご飯物だけど合います。いやどこ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 、あ、これだ。あ、持たせてもらっていいですか。来ました、とちおとめメロンパン。やっぱ、ね、数少ないスイーツなんでちょっと行列は集中してますね。でも本当ちょうど今お昼時の時間だからどこも激混み。やっぱ女子人気が高い。並べますか。並びますよ。はーい、どうぞよ。やっぱ女子人気ですよスイーツ。今日スタグルなんか食べました。まだ食べてないです。まだ食べてない。いつも食べてない。この今日はゼロックスですけど、普段リーグ戦って最初で何食べてますか。なんだっけな、もつ煮とか、うん、なんか寒かったんで温かいものが結構多いですね、うん、あ、いつも並びます。え、並びます。やっぱそうなんだ。今日だけじゃないんですよ皆さん。いつものリーグ戦から、まあ、並んで体温めて応援に備えて、はい、そうですね、それが楽しみの一つなんで。おお、これぞ真のサポーターさんですよ。いつもあるわけじゃないのか。貴重な出店ありがとうございます。うわー、すごい、幸せ。めちゃくちゃいい匂い。やばい、かわいい、めっちゃかわいいです。ませんメロンパン一つ。はい、500円です。はい、これ全部中で焼いてるんですか。中で焼いてます。焼きたてのパンが美味しいです。わー嬉しい。そう、忙しそうだから。ありがとうございます、いただきます。やった、来たー、ゲット。すごい、いちご大きい。あ、このアングルいいですね。持てるかな。焼きたてパンだからすごい温かいんですよ。わー、甘い匂い、癒される。じゃあちょっと一番大事な映え写真を。この後ろの女の子とリンクさせるように撮ってみたいと思います。よし、どうだ、いただきます。パリパリサクサク生地です。おいしい、ちゃんとメロンの香り。うん、中のパンがふわふわなの、めちゃくちゃおいしい。ペロッといけちゃいそうです。おいしい。ここなんかね、いろんなこうクラブのご飯が集まってるとこなんですよね。ちょっと並んでみましょうか。でもすでに完売御礼が結構出てる。いいですね、おやきとか200円とかからちょっと並んでみましょう。ガス棒をください。はい、500円です。なんでガス棒って名前なんですか。ちょっとお姉さんわからず。お姉さんわからず。あ、下に書いてある。もちろん直しで、佐賀のガス屋さんが美味しく食べれるウインナーを作りたいって。ああ、なるほどね。願いで作ったそうです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、佐賀のガス屋さんが丹精込めて焼いたこの長い、長いね。お願いします。超粗挽き仕上げのソーセージいただきたいと思います。どうしよう、どうしよう、これどうしよう。
どうやったら伝わる？この長さ。これにさ、なんとかビールを持ちたいんだけど。できる。これ美味しい。スタグル巡りお疲れ様でした。暑かった。結構ギリギリでしたね。いやカツカツですよ。カツカツ。こんな並ぶと思って食べて写真撮ってたらもう1時間であっという間で。そうですよね。そうそう。結構ねハードな1時間でしたけど、ね、あっという間でしたね。はい。ちょっとまだチョイスしてなかった。チョイスがね、そう、しかもね、あのいっぱい食べたけど、私やっぱり今回のテーマとして、はい、ビールに合うものをやっぱ探したんですよね。お酒お好きなんで、はい、やっぱいい天気だし、うん、これからはあったかいんでビールに合うスタグルを探した結果、ビール持つじゃん、はい、もう一個持つじゃん、自撮りが、だからなんかこう膝に乗っけてみたいな。写真見る前に言い訳するのやめてバレました。どうやって結構ね、あのワンパターン。そう、え、気になる。そんな器用なことできます？両手使ってんのに。佐々木さんのやつから、はい、あのその最たる例がビールを口で持つっていうね。おお、すごい器用。とか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 。え、でもいい、なんかその人混み感も込みでなんかいいですね。どんな写真が。見えますか。あ、いい、かわいいわ。そう、これでも元々は別の商品だったんですよ。え、どういうこと。鶏飯を買って、でそれだけだとちょっと映え足らないかなと思って、はいはい、一緒に買った唐揚げも乗せてみました。なるほど、親子丼です。工夫して、さすが。こんな感じで、で私に至っては、はい、あのもはや自撮りというよりも動画。ほらほらほら、これは映えるやつ。すごい、ほら映えるやつ、映えるやつ。これレイソルカレー。はい、そうです。すごい、めっちゃくちゃ美味しそうだった。でしょ、撮るの上手くないですか。いただきました。撮るの前いただきました。すごい、めちゃくちゃ美味しそうだった。これも広い講義で自撮りですから。マジで広い意味で自撮りですから。本当に全部オール自撮りですから。すごい器用。あと私これデザートで行ったのが、さすが、かわいい。あ、こっちに SC メロンパン。後ろの子と同じポーズしちゃって。すごい安易な考えなんですけど、アイドルだな。もうかわいい系で、かわいい。そう、これ一番並んだかもしれないです、ね、めっちゃ並んでましたもん。だって並んでました。女の子が多かったです。やっぱりスイーツは、やっぱスイーツのお店も限られてましたからね、うん、そうなんです。なるほどね。でもやっぱり一番自分でいい写真だなと思うのはこれですね、はい、じゃあこれもうビールだけ。スタグルってか雰囲気。あのやっぱりこれが一番私らしさかなっていう。らしさが出てます。らしさが、はい、似合うな。髪色とビールがまたヤンキーみたいになっちゃって、本当にこんな感じで、こんな感じで撮ってまいりました、はい、今決めるの？1回に複数枚とかじゃなくて、もう1枚。うわ、じゃあもう1枚勝負か。私は渾身の自撮り動画。インスタはね、動画もいけますから。イエーイ。シズル感をたっぷり出したレイソルカレーの1枚を載せたいと思います。でもやっぱスタジアム感があるやつにしようかな。え、悩む、どうしよう。いろいろ背景とかも変えて撮ったんですよ。1個ってもったいないですよね。もったいない、結構頑張ったのに。全然揺らがない、この人たち全然揺らがない。そう、嘘、自撮り恥ずかしかったんだぞ。そう、私なんかインスタグラムはいいんだけどって言われて、いやいやいや、恥ずい恥ずい恥ずい、自撮り恥ずいと。私の写真これにしたいと思います。じゃん、見えるかな。おー、いいですね。やっぱスタグル感のスタ部分も確かにないとなと思って、この写真にしたいと思います。はい、こちらをサッカーキングのインスタにアップいたしますので、皆さんたくさんいいねをお願いいたします。
します。私も個人的に動画あげるんでいいねお願いします。見てね。こんなに混んでるって思わなくてびっくりしました。全部行列でしたね。並ばなくていいとこなんて一つもなかった。一個もなかったです、うん、私一個完売ギリギリに差し迫ってるお店があったんですよ、はい、あのプレッシャーに勝った時もう試合に勝ったレベルで嬉しかった大事大事。そう本当瀬戸際だったんですよ。で結構私はあのファンの方と触れ合うことが多かったので、うん、皆さん結構有名なお店とかファンの中でサポーターの中で人気店みたいなのが結構あるんですよね。そこをねちょっと時間の関係で行けなかったところもあるのでこれからちょっとね行きたいと思う。試合までの間に行きたいと思います。いろいろ食べたいと思います。そう美味しかったでも全部。全部美味しかったですね。はずれなし。はい。さらにもう一杯飲みたくなりました。出たいやね、Jリーグ開幕そろそろですが、いよいよ、はい、楽しみですね。楽しみです。たっぷりねスタジアムグルメ楽しみながら応援していきたいと思います。